人誌交流録というタイトル通りですね、蓮壁さんも角田さんもですね、共に斉藤先生と非常にゆかりのあった、しかも同じ会津出身の画家たちなんですね。で、まあ、前半の蓮壁佑さんではですね、まあ、この人のこう、まあ、声かけというか友情がきっかけとなって斉藤先生がこの墨画の表現に目覚めていくっていう、そういうことをちょっとご紹介したと思うんですけれども、この角田幸男さんですね、この人もまたですね、斉藤先生と非常に深いゆかりのあった画家でした。ちなみに角田さん、ご存知の方いますか？ね、いや、いいんです、いいんです。知らなくて当然です。なので、実際、あんまりちょっとですね、こう、まあ、マイナーと言っちゃマイナーなんですね。ただですね、会津若松市の方だと、この方の名前結構知ってるっていう方はものすごく知っていて、というのはこの人ですね、会津若松市のですね、教育委員長とか、あるいは市議会議員さん、つまりですね、行政方でとても活躍をした、しかもですね、文化行政でものすごく大きな貢献をした方なんですよ。で、その流れの中で実は斉藤先生との友情も始まって、まあ実にですね、この人がちょっと先に亡くなってしまうんですが、この人が亡くなるまで実に40年間もの長きにわたってこの2人はですね、深い親交を結ぶことになります。で、この2人の親交がですね、まあなんていうのかな、共にこう、共にっていうのかな、共に共にこう、お互いのですね、まあ、芸術というか、そういった活動をですね、まあ、高め合うような結果になって、結果的にはですね、この2人の友情がですね、会津、特に会津若松市の文化にですね、ものすごい大きなものを残していく。で、まあ、そのですね、交流の奇跡っていうんですかね、それをまあちょっとご紹介しているのが今回の展覧会の第2部の展覧会になります。今回ですね、2つのテーマに分けて紹介をしています。で、一つがですね、まあ、こちらの壁ですね、まあ、かつて画家を夢見た云々とありますように、こちら角田幸男さんというのはですね、まあ、さっき文化行政にものすごく、まあ、多大な貢献をしたというふうに言いましたけれども、この人ですね、会津地方で初めて斉藤清の個展を開いた方でもあるんですよ。で、この個展結局ですね、5回まあ、やることに、まあ、もっと実はもっとやってるんですけれども、まあ、大きな展覧会がですね、4回と1回で、まあ、5回やってるんですけれども、まあ、そこで、まあ、斉藤先生の作品をですね、まあ、会津の人たちに紹介していくということで、非常に大きな貢献をしていきます。で、今これ展覧出されているこの作品って何かっていうと、その5回の展覧会でですね、まあ、実際に、まあ、で、どんな作品が紹介されたのかということでちょっと挙げてるんですけども、あ、ちなみにこの作品そのものではないですよ。版画なので、いろいろ版画なんでこうたくさんあるわけですよね。こういう作品が出されましたよということでちょっとご覧になっていただきたいんですが、まあ、こういった作品がその会津地域、会津若松市の斉藤清で紹介されてるんですね。ちょっと意外な気しませんか？会津は斉藤清って言ったら会津の冬とか会津の風景じゃないかよ。それも実は出してるんですが、こういった作品を実は紹介してるんですよ、角田さんで。まあ、それがちょっとどういうことなのかっていうのをちょっと中の方でですね、詳しく紹介していきたいんですけれども、まあ、こういったことで斉藤先生の斉藤芸術というものをですね、地元のその会津の人々に広める大きな貢献をしたということが、まあ、一つ角田さんとの友情の中で、まあ、できてきたということで挙げられているんですね。で、もう一つのテーマというのがこちらの壁になっていきます。ちょっとまたガラッとなんか、そして非常になんかね、こう斬新とか、非常にこう鮮烈なというのかな、鮮やかな水彩画が展示されていますけれども、これ実は角田幸男さんが描いた水彩画です。角田幸男さんという方はですね、実はその文化行政 の, この仕事をされる前ですね、若い時にはですね、実はこの人画家を志していた方でした。で、前の一部の蓮壁佑さんを見た方はご存知だと思うんですけれども、会津若松市ってですね、すごくこう日本の近代の水彩画史にものすごく大きなこう影響を与えている町で、というのはですね、たくさんの優れた水彩画家が輩出している町なんですよ。で、角田さんってその水彩画、会津若松市のその水彩画の歴史に連なる実は画家の一人だったんです。で、今回ですね、まあ、そういったことでですね、この斉藤の角田さんが若き日に描いた水彩画というものをですね、今回当館ちょっとお借りしてたくさん展示しているんですけれども、実はですね、今こうやって当館に斉藤清のこの美術館に角田さんのですね、この作品が見られる、展示できて皆さん見られるっていうのは、実はこの斉藤清と角田さんの友情がですね、大きな影響を与えています。この2人の交流がなければ、
おそらくこの作品今展示されることはなかっただろうと思います。まあ、そういったことでですね、それもちょっと後で奥の方でご説明したいんですけれども、まあ、そういったことでですね、2つのテーマでちょっとこの2人の交流、まあ、どんなものだったのか、でその交流が一体どういうことを、及ぼしていったのかということを、じゃあこれから具体的に見ていこうと思います。まあ、ここ斉藤先生の会津の冬などを中心に並んでいるんですけれども、ここの青壁のですね、ちょうど後ろにある会津の冬のバイパス大橋という作品なんですね。これ何かというとですね、会津若松市がですね、所蔵している会津若松市のですね、収蔵作品のきっかけとなった斉藤清作品ということで展示をしています。まあ、具体的に何年かはそうなんですけども、何年かはちょっとうちの作品で代わりをしてもらっているんですけれども、どういうことかというとですね、会津若松市さん実はたくさん美術作品を所蔵しています。で、そのですね、会津若松市さんが美術作品を所蔵するきっかけになったのがですね、実は斉藤清作品なんですよ。どういうことかというと、角田さんですね、その斉藤清の個展を初めて会津地域での個展をやりましたというふうにちょっとお話ししましたけれども、その4回目のですね、79年の斉藤清展の時に斉藤先生ですね、会津若松市にその展覧会の記念で作品 を寄贈するんです。直接先生が会津若松市に寄贈するんですね。で、その寄贈作品が実は出発点となって、会津若松市は会津若松市のゆかりの画家たちの作品をですね、の力を入れて収蔵するようになるんですよ。つまりこの角田さんが行った斉藤清展が、その会津若松市にですね、作品が残るきっかけ作りになったということなんですね。で、ここにちょっと並んでるのはですね、実際の寄贈された作品、どんなものが寄贈されたのかというのを、ちょっとうちの作品もちょっと代わりに出しつつですね、こういった作品とか、ああいった作品とか、こういった作品がその79年に、寄贈なり、会津若松市に、そのきっかけとして入っていったということで紹介してるんですけれども、こちらの作品ですかね。この3点はですね、実は会津若松市からお借りしている作品です。で、これ皆さん斉藤清のことを好きな方はピンとくると思うんですけれども、これ1970年から始まる会津の冬の中でも一番有名なシリーズですね。その最初の方の作品なんですけれども、会津若松市にですね、斉藤清先生ですね、会津の冬の2から20までの作品をですね、寄贈するんですよ。で、これその時の寄贈された実際の、これこの3点は実際の作品です。で、これですね、額装もおそらく斉藤先生自らのものだと思います。とてもこれ貴重なんですよね。で、こういった作品が寄贈されたということなんですけども、ちなみにですね、この斉藤先生が寄贈した2から20の会津の冬って全部エディション番号が1から1の作品だそうです。だ、残念ながらこれ見せてないんですよね。ここがちょっと斉藤先生らしいなってところなんですけれども、でも先生はあえてだから1の番号のものを選んで赤松氏に寄贈したということですよね。だ、こういったところからもですね、その79年の展覧会で寄贈するっていうところで、斉藤先生がある種力を入れていったというのかな、そういったようなことがちょっと伺われる作品ですね。ちょっと見られないので残念ですよね。あとですね、こっちのちょっと作品もちょっと見ていただきたいんですが、これも会津若松市さんが持っている斉藤作品なんですけれども、これも79年のその展覧会の時に会津若松市の収蔵になりました。下にいたらこれはですね、寄贈ではなくて購入なんですが、これ実はですね、斉藤先生の貴重な初期の墨画作品なんですね。墨画作品なんで、これしか1点しかない。で、なおかつですね、斉藤先生その、墨画 その初期の作品ってとても数少なくて、これしかもですね、その初期の特徴が非常によく表れている作品なんですよ。だ、これがやっぱりですね、こういった貴重な作品が会津若松市に入ったっていうのもですね、そのやっぱり79年の展覧会がきっかけで、角田さんがきっかけと言っても過言ではないと思いますね。だから角田さんという人はですね、だからそういった作品を守り伝えるっていうことでも非常に大きな貢献をした。やっぱりパブリックコレクションに入るっていうのはとても大きな意味があって、そうじゃないとやっぱり作品ってどんどん散逸してしまうんですよね。遺族のもとにあったりするとね、遺族がさらに亡くなってしまったら作品って本当にどうなるかわからないじゃないですか。
やっぱりそういうのを救うっていうんですかね、そういう意味で角田さんというのは、まあ、貢献をしていた。で、まあ、斎藤作品が、まあ、こういった貴重な斎藤作品が会津若松市の収蔵になって大切に守り伝えられているというのも、まあ、角田さんの、まあ、大きな貢献の一つだったなということですね。ここはですね、その角田先生、角田さんが、まあ、会津若松市でやったその展覧会ですね、斎藤清史展で実際に、まあ、出されていた、どういう作品が出されていたのかというのを、まあ、紹介しているお部屋になっています。まあ、実際の本当にその展覧会で出された作品ではなくて、まあ、当館の収蔵作品でちょっとこんなのが出されてるんですよということをお示ししているものなんですけれども、ですね、まあ、こちらの大壁からずっとちょっとこういうふうに見ていただきたいんですが、まあ、こちらからその61年、67年、73年、79年、6年ごとにやってるんですよ。6年ごとにやってるんですよね。の、まあ、展覧会の、まあ、作品を、まあ、作品というかほんの一部ですけどね、を紹介しているんですけれども、皆さんこれ、こうやって順調だけで見ていて、何か気がつくことありませんか？こちらからこう古い展覧会ですね。だんだんこっちに行って従って、こう時代が下っていくんですけれども、最初の方のですね、60年代の時の展覧会っていうのはですね、ご覧の通り、会津の冬が半分以上を占めていました。まあ、この時代、斎藤先生というのはですね、斎藤先生というのはですね、まあ、アメリカを中心に現代日本版画の基地みたいな感じでこう有名になっていった時代なんですけれども、その、まあ、斎藤先生の名を挙げたその作品の一つが、まあ、こういった会津の冬だったんですよね。まあ、だからそういったことでその60年代の会津若松市でのその斎藤清史展もやっぱり、まあ、そういった代表作というのかな、当時の代表作である会津の冬を、まあ、中心に展示をしていたんです。今度ですね、こっち側、70年代の作家の展覧会になっていくとですね、ちょっとその様相が変わっていきます。だんだんとですね、種類が増えていくんですよ。いろんなバラエティの作品を紹介するようになるんですね。で、これはもちろん斎藤先生がですね、まあ、いろんなテーマを取り組むようになって、先生の作品自体のですね、バリエーションが進んでいったということもあるんですが、もう一つですね、これ、角田さんがですね、あえてですね、会津の冬だけではなくて、いろんな作品を紹介していこうというですね、そう、意思を見せるようになってくるんですよ。で、その最たるものがですね、こちらの88年の斎藤清史展なんです。で、この時の展覧会ではですね、角田さん、あえて会津の冬ではなくて、いろんな作品、特にですね、斎藤先生のですね、モダンな感覚が伺われる作品を皆さんにお見せしたいということで、まあ、こういったような作品が実際に当時展示をされていました。なかなかこれですね、大胆なんですよね。で、さっき冒頭でお見せしたその花と少女という作品も、この頃79年とこの88年の展覧会のメインの、しかも作品として、メインというか角田先生がぜひ斎藤先生のモダンな感覚を見てほしいということで、まあ、推しの作品ということで出されているんですよ。どういうことかというと、角田さんもですね、当初はなんかやっぱりこうアメリカとかで評価されている会津出身の有名な画家がいるぞみたいなノリで最初は個展を開いていたのが、だんだんとその斎藤先生との付き合いが深くなるにつれてですね、斎藤芸術っていうものがどういうものなのかというのをですね、学んでいったんじゃないかと思うんですよ。で、その結果だんだんご自分もこういったところが斎藤芸術の凄さなんじゃないか、このモダンさっていうものこそやっぱり見せた方がいいんじゃないかということで、まあ、そういったこう自分のこう、なんていうのかな、思想っていうものをこう展示でこう示すようになっていったんじゃないか、そういったことがですね、この斎藤清史展のその出品作品を見てるとなんか伺われてくるんですね。で、あともう一つ、ですね、その61年から79年までのですね、6年ごとに行われた4回の斎藤清史展では、実は作品の展示販売をしていました。つまり見せつつ同時に売ってたということですよね。で、まあ、これ、まあ、斎藤先生の、まあ、生活を助けるみたいなこともあったと思うんですけども、やっぱりですね、これ結構大きくて、この結果ですね、やっぱり斎藤先生の作品がですね、会津地域にやっぱり残るきっかけになったんですよね。実際今でも会津若松市とか近辺の人で斎藤先生の作品持ってるよっていう方たくさんいらっしゃいます。で、そのそういったことができた一つが、やっぱりこういった会津若松市でやっていた作品展での、まあ、販売だったと思うんです。ただですね、角田さん自身はですね、ちょっとその販売するということにですね、ちょっと抵抗が実はあったようです。
で、この88年の展覧会ではその販売というのはやめました。もうその販売ではなくて買うということではなくて、ぜひ斉藤先生の芸術というものを見てほしい、本当にそういう気持ちで、まあ、展示した。しかもその作品で展示していたのはこういったこう非常にモダンな感覚の作品だったというのが、なかなかやっぱりですね、角田さんのこうなんかもう学芸員的ななんか眼差しになっているよなっていうのがなんかうまみほの見えてきます。ただですね、この展示販売の話はですね、後でちょっと感動的な話につながっていきます。それがちょっとこちらの壁なんですけれども、皆さんですね、会津若松、会津若松の駅前にですね、白木屋さんっていう飲み屋さんあるのをご存知ですか？若松市民はですね、あそこねってあるんですけれども、実はそこですね、もともとはですね、漆屋工芸というですね、まあ、お店っていうのかな、工房みたいなものがちょっとあの建物の中にはありました。で、漆屋工芸って何かっていうとですね、実は角田幸雄さんの親戚の方がですね、まあ、開いていた会社だったんですね。で、角田さん、その漆屋工芸のですね、建物の中にですね、ギャラリー漆屋というですね、施設のギャラリーを作りました。晩年ですね。で、まあ、こういったこう活動の跡っていうのかな、晩年はそこ でそこをですね、まあ、ちょっと拠点として、まあ、例えばこう会津ゆかりのですね、まあ、有名な画家さんの展覧会、まあ、渡辺菊次とか、ちょっと後で出てきますけど、生沢節といった、まあ、会津ゆかりの画家たちの作品の紹介をしたり、あとは当時ですね、会津若松市やその近辺でちょっと活動していた若手画家たちを紹介するようなですね、展覧会をこの施設のギャラリー、漆屋さんで展開をしていくことになります。だから晩年になってもですね、そういう活動をしていったってことですね、角田さんで。で、そのですね、ギャラリー漆屋がですね、開設して2年目にですね、角田さん、そのギャラリー漆屋にですね、斉藤先生の作品のですね、常設コーナーを作ります。で、2年目のその1991年にその37点のですね、斉藤清の作品を、まあ、展示したですね、まあ、最初の何て言うのかな、常設展の最初の展示というのを行います。で、ここの4点はですね、その時にまあ並んでいたと、ことが確かめられている作品です。まあ、37点なんでほんの一部なんですけれども、見ていただき、気がついてほしいのはですね、これ初期の会津の冬の代表作ですよね。あと遠くにあるパイア朝市っていうのは89年なんで、まあ、91年の時点からしたら最新作の一つですね。どういうことかというと、そのギャラリー漆屋でのその会津斉藤清展っていうのは、こういってですね、変面的に作品を並べて紹介していたんですよ。だから斉藤清の画業をたどるような展示をしていたっていうことですよね。本当に本当もうあれギャラリーが学芸員の展示ですよ、本当にっていうことをやっていた。だってだから本当にこう斉藤清の作品、芸術というものがどういうものなのかっていうのを、もうここのギャラリー漆屋でもたくさんの人に知ってほしいっていう熱意でこれやったっていうことなんですね。で、感動的な話っていうのはそこで、実はですね、その37点の作品のですね、いくつかは会津若松市民がですね、貸してくれた作品だったそうです。どういうことかっていうと、そのさっき4回の61年から79年の4回の作品展の時は販売をしてたっていう話をしましたよね。その時に作品を買った市民が、角田先生がそういった熱意で斉藤先生の作品を紹介したいんだったら、うちの作品貸しますよと言って貸してくれた作品が展示されていたんだそうです。だから角田さんがやっていたことっていうのは、しっかり会津若松の市民の方にもちゃんと根付いていたということですよね。そういったことで、まあ、ここの展示がまあ完成したっていうことが言えるということですね。で、このギャラリー漆屋がですね、まあ、晩年のその角田さんのですね、まあ、こういったこう芸術貢献の活動の場になるんですけれども、一番最後、まあ、一番最後というか角田さんですね、94年に10月にですね、まあ、急逝して亡くなってしまうんですけれども、その一番最後にこうギャラリー漆屋で手掛けた、10月に手掛けた展覧会というのも、実は斉藤清先生の作品展でした。そこのパネルのところにですね、その最後の展覧会となった展示のことのちょっとご紹介が載ってるんですけれども、それを見ると分かるようにですね、その時の展覧会で紹介したのって素描だったんですよ、斉藤先生のスケッチル。で、やっぱりね、スケッチに目をつけて紹介したいっていうところがですね、やっぱり角田さん分かってるなっていうような感じですよね。
ちなみに斉藤先生ってスケッチってあまり実は見せたがらない画家だったんですよ。スケッチってあくまでも画家の種本であって表に見せるものじゃないと。表に見せるものはあくまでも完成した作品であるということで、スケッチをあまり見せたがらなかった画家なんですね。もっと言うとですね、実はスケッチを処分しようとしたということもあったくらいなんですよ。だけれどもその斉藤先生も角田さんがやる展覧会だったらっていうことで、いいよ素描展やっていいよっていうことで、まあ、最後のそれが最後の展覧会になったんですけれども、協力をしてくれた。そこにちょっとそのいきさつが書いてあるんですけれども、そういったところからもですね、斉藤先生もまたその角田さんのですね、そういったこう活動にすごく理解をしていたし、ある種信頼も寄せていたんだなということがちょっと伺われるものではないかと思います。これがですね、次の話ですね。その角田先生が、角田幸雄が描いていた水彩画の作品ですね。これ実は今、13点かな、展示されてるんですけれども、これすべて会津若松市が今所蔵をしている作品になります。ね、ちょっとぜひですね、バーッと見渡していただきたいんですけれども、とても色鮮やかなというか、色彩の美しい作品ですよね。これ全部1930年代ですよ。なんかね、30年代の、ね、もうだから、90年近く経ってるのかとは思えないようなね、この色鮮やかさですよね。冒頭でもちょっとお話ししたようにですね、角田幸雄さんというのはこのように画家、特に水彩画を目指していた方でした。でこれはやっぱり訳があって、角田幸雄さん会津若松市出身で、会津高校に入るんですけれども、この会津高校というのがですね、その会津若松市の水絵の町とも言われていた、その会津若松市のですね、水彩画師のこう何ていうのか、こう支えていったような学校なんですね。つまり、いろんな有名な画家が出ていったということなんですけれども、角田さんもその流れに連なる、最後の方なのかな、に連なる画家で、やっぱりこう先輩たちの影響を受けてこういうふうな絵を描いていくようになります。で、こちらの作品なんですけれども、これですね、こちらのところにですね、懐柔写展というふうに書いてありますけれども、これ角田先生のですね、最初期の作品であると同時に、この懐柔写というですね、中央の展覧会、公募展があったんですけれども、そこにですね、初出品して初入選した作品になります。で今ちょっとやっぱ懐柔写ないので、ちょっとやっぱピンとこない方もいるかもしれませんが、当時のこの懐柔写展っていうのは、今でいう日展って今ありますよね。日展が当時、この当時ってまだ官展で、文部省主催の官展で、当時は定展って言われてたんですけれども、その、要はだからそういったこうすごく権威のある公募展ですよ。それと並ぶくらい実は懐柔写展って大変こう重要な、若手画家にとっては重要な公募展の一つだったんですね。そこに彼初出品して初入選するんですよ。でこれはですね、当時のやっぱりですね、会津若松のですね、画家たち、画家仲間にはやっぱり衝撃的な話で、角田幸雄というのがいきなり大きな展覧会に入選したぞみたいな感じですごく有名になったし、彼の後輩ですよね、さっきのでちょっと出てきた長澤フェツなんかはとても励みになった、彼のその角田さんの活躍というのがとても励みになるわけですね。で角田さんですね、この懐柔写展だったり、懐柔写展の後にも東方会っていうのもあるんですけれども、だったりですね、あとは日本水彩画会、これは今も続いている日本の水彩画の二大公募展の一つなんですけれども、主には日本水彩画会展を活動の中心として毎年のように作品を発表しては必ず入選をしていくということで、画家としてのですね、自負を固めていくんですよね。でここに出てるのはそういったこう入選作だったりとか、同じ時代に描いていた作品なんですけれども、やっぱり絵を見ててもですね、並外れたこう技量というのかな、特にこの色彩感覚はやっぱりですね、こう見るものがあるなという感じです。ただですね、残念ながら角田さんですね、36年ぐらいもう筆を折ってしまいます。これどういうことかというと、ちょっとお家の事情で絵を描いてる場合ではなくなってくる。あと時代的にもこの以降って戦争の時代になってきますよね。角田さんも実はですね、収集されてですね、戦地にも赴いています。そんなこともあってですね、残念ながらですね、絵筆を折ってしまうんですよ。で、それ以降、角田さんはですね、絵筆を折って以来、絵を描くことはなくなってしまいました。で、
この作品ですね、若い頃こうやって描いていた作品は実は角田さんのですね、お家にずっとしまわれていたんです。ただですね、角田さんやっぱり途中でこう自分は筆を折ってしまった人間なんだという思いがあったのかな、この作品をですね、こう公開する、人に見せることはですね、かたくなに拒んでいたそうです。ただこういった絵を描いていたということはもちろん知っている人は知っていて、ぜひ更新のためにも見せてくださいよってい う, こう依頼があったそうなんですが、なかなか角田さんは首を縦に振らなかったんですね。でもあまりにもですね、そういった声が多かったもので、ついに角田先生、斉藤清先生、まあ友達、まあ、ちょっともう当時とはもう友達ですよね、斉藤先生に見せて、斉藤先生が、うん、これは見せていいよっていうふうなことを言ってくれたら、自分はじゃあ公開しようっていうことを言うようになるんですよ。でそれを聞いた斉藤先生、角田さんのお家に、まあ、他の画家さんと一緒に行ってこの作品を見ます。これ全て実を言うと斉藤先生もかつてご覧になった作品ですよ。で斉藤先生びっくりするわけですよね。あら、あの角田幸雄さんは若い頃こんな絵を描いていたのか、しかもとってもモダンな感覚にあふれてるじゃないかと。で斉藤先生にですね、まあ、そういうふうに言われて、角田先生ついに公開することを決意して、画集を出すのと、それからその画集の記念展ということで展覧会をするということまでこぎつけます。ただですね、残念ながら角田先生1994年に亡くなってしまうんですね。この画集とか展覧会というのはですね、94年に予定されていたんですよ。だから角田さん自身はですね、残念ながら画集が出たことも展覧会やったこともちょっと知らなかったというか見ることができなかったんですね。ただですね、画集はきちんと出ていて、今もですね、会津図書館に入っていて、この画集見ることができますので、この展示作品含めですね、当時の代表作、今でも見ること、オールカラーで見ることができます。であと残念ながらちょっとなくなってしまったので、作品展ではなくなってしまったんですが、遺作展ということで、まあ、展示が展覧会も行われて公開されました。でこの遺作展のきっかけになって、まあ、この作品を含む20点が会津若松市の収蔵になって今に至っています。だからですね、これ角田さんがですね、まあ、斉藤先生の作品を紹介して、まあ、その結果会津若松市に作品が残っていったように、斉藤先生の後押しを、背中押しを受けてこの作品公開ということになって、今会津若松市に残っていくということになった。だから2人の友情がですね、なんか2人とお互いの作品をこう広く紹介することにつながり、さらにはその作品が後世に残るきっかけにもなっていった。だからこう2人の友情がですね、まあ、そういったことでお互いの作品をこう高めることにもなっていったし、残ることにもなっていった。で結果的にそれが会津、まあ、会津若松市の文化のですね、やっぱりこう文化に大きな実りを与えていったということで、この2人の友情ってとてもだからなんかとてもこう意味があるというのかな、重要な結果をもたらしていったんだなということが、なん